ちは、まりのまゆずです。今日はファッションが大好きなまゆ A のハイブランドバッグの中から、買ってよかったハイブランドバッグベスト5と、買ってちょっと後悔しているハイブランドバッグワースト3を発表していきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。まずは買ってちょっと後悔しているランキングから発表したいと思います。まず買ってちょっと後悔しているランキング第3位はこちらのステラ・マッカートニーのファラベラになります。持っているサイズはミニで、下から2番目に小さいサイズで、お色はブラックになります。チェーンのハンドルがついているので、ハンドバッグとしても持てますし、ショルダーの紐もついているので、肩掛けでお持ちいただくこともできます。後悔しているポイントになるんですけども、チェーンの持ち手になるので、肩掛けすると肩に食い込んだりして若干痛い時があります。大きさもちょうどペットボトルが入る大きさなので、荷物をちょっとたくさん入れてしまうと肩に重量がかかってしまってちょっと痛くなってしまうので、そちらが後悔しているポイントになります。ただデザインとか色とか形も気に入っていて、ステラの動物性皮革を使わないリネンも好きなので、かなりよく使うバッグではあるんですけど、たくさん使うがゆえに肩に食い込む頻度も多いので、今回買ってちょっと後悔しているランキング第3位にノミネートいたしました。次に買ってちょっと後悔している第2位はスリールのラゲージです。マイクロのサイズで、下から2番目のサイズです。下にこの底鋲もついているので自立しますし、あとバイカラーの色もすごく可愛くて気に入っています。上にチャックもちゃんとついているので、きちんと締めてあげると防犯的にもしっかりしているかなと思っています。コーディネート的にもとても可愛いんですけど、公開ポイントは肩掛けができないので、ハンドバッグ一辺倒の持ち方になってしまうところと、革が若干固めなのでカチリ決まった印象になってしまうのが残念だったので、第2位とさせていただきました。最後に買ってちょっと後悔しているランキング第1位はこちらのバシックのボンドミニミニです。一番小さいサイズです。色はサンドでベージュっぽい色味で、ショルダーで肩掛けができるようになっています。革も柔らかくて大きさもちょうどいいので正直結構使うんですが、公開ポイントとしてはショルダーの紐がそのままバック部分の結び目になっているので、口を開けるときにほどけてしまうことがあって、結び直したりしなきゃいけないところが面倒で公開ポイントです。紐が抜けちゃうことはないんですが、結び目が取れないように気をつけながら出し入れする必要があって、日和ながら使わなきゃならなくて、購入した時の期待よりも使い勝手が劣るので、今回残念ながら買ってちょっと後悔第1位にさせていただきました。5位はロエベのゲートポケットです。表がピンクで裏がオレンジ色のバイカラーになっていて、裏にカードケースが1つあります。蓋はマグネットになってます。ショルダーの紐がついていて、肩掛けをした時の縦長のバランスがとても好きなので、買ってよかったランキング第5位にノミネートしました。色が結構派手なので使いづらいかなと思ってたんですが、私の手持ちの洋服には相性が結構いいのでとても気に入っています。次に買ってよかったランキング第4位はロエベのハンモックです。下から2つ目のスモールというサイズになります。左右のチャックを下ろすとかなりこう大容量で、マチも結構広く取っているので、
見た目より荷物がたくさん入るのがお気に入りポイントです。荷物が少ない時にはチャックを上げて折り込むとかなりコンパクトになり、違った印象で持つこともできます。容量に合わせて形を変えることができるので気に入っています。色はバイカラーを選びましたが、ニュアンスカラーでどんなコーデでも持ちやすいところも好きです。付属のショルダーの紐もついていて、ショルダーの紐のところにもロエベの刻印があったりと、細かいところまで凝ったデザインなのも素敵だなと思っています。ショルダーをかけると肩掛けもできて、カジュアルな感じで持つこともできます。大きさや持ち方でこんなに印象の変わるバッグも珍しいので、いろんなシーンで末長く使えるバッグのところが第4位の決め手です。ハンモックはロエベの中でも人気のラインで、ブランドに左右されず使えるバッグなので、ハイブランドバッグが何か欲しいなって人にもおすすめです。次に第3位はマルニのトロピカリアのマイクロです。カゴバッグのショルダータイプになります。表地がラフィアで、持ち手や側面やショルダーが牛革です。とてもコンパクトで、色味もベーシックでどんなコーデにも合うのでとっても重宝しています。ショルダー部分で長さを変えられるような形になっています。ショルダーをしまうとハンドバッグとしても使えて、軽めのポイントとしても使えます。スマホとセグメントケースとリップぐらいで荷物が少ないときは十分かなと思います。マチも意外とあるので、見た目よりは荷物が入りますし、ラフィア部分の刺繍ロゴが珍しくて可愛いので第3位にノミネートしました。次に第2位を発表します。堂々第2位はポッテガのイントレチャートのトートバッグです。前のワッツインマイバッグの動画でもご紹介しましたが、縦長のトートバッグで、横にこういうノットがついていて、持ち手も繊細なコードタイプになっています。なんといってもイントレチャートが可愛すぎて大好きなバッグです。色もタピオカって名前で可愛すぎますし、入れ口も大きいので使い勝手がかなりいいです。持ち手が細くて長方形のデザインだと、高身長の私としてはショルダーにした時のバランスがとても美しくて、さすがボッテガっていう感じの完璧なデザインだと思います。一目惚れで買ったんですが、もう全て完璧で本当に買ってよかったので第2位にノミネートしました。はい、最後お待ちかねの買ってよかったハイブランド第1位はボッテガのミニザ・ジョディです。これはもう本当にただただデザインが可愛い。持ち手が結び目になっているデザインもとっても可愛いし、イントレチャートでこのおにぎりみたいなデザインなのも最高です。こんな凝ったデザインなのに、持った時にコーデの邪魔にならないのも天才的ですし、使い勝手も良くて実用性も抜群です。革も柔らかくて手触りがとてもいいのも推しポイントです。季節感も問いませんし、カジュアルでもモードでもシティでも合わせられます。本日ご紹介したバッグの中でも価格帯がワンランク上なのでちょっとハード高いですが、幸福度で十分ペイできるので、買ってよかったハイブランドバッグ大事にさせていただきました。いかがだったでしょうか。以上がマユ A の買ってよかったハイブランドバッグベスト5と、買ってちょっと後悔しているハイブランドバッグワースト3でした。またバッグのコレクションが増えたらご紹介したいと思います。